はい、どうも皆さん、こんにちは。ですね、ちょっと休憩挟んで、やっていくわけなんですけどもね。まあ、このパートが最後かな、今日。まずね、レベルこんだけ上げちゃった。レベル13でクリアできるんだけど、でしかもレベル16になった、アリーナがレベル16になった時に、HP が99から何分に上がったんだかな、117でしょ、118上がったんだよね。だから俺さ、ここ2章で昔当時やった時もね、苦労してないんだよね。多分これだけ上げたと思う。バカ見て上げるんだよね。性格だからしょうがない。で、クリフトもね、レベル上がってさ、ベホイム超えました。で、道具が、まあ、こいつはこれでいいんだよね。これでいいとして。で、あと、鉄の前掛けで埋めました。鉄の前掛け4つ入んないんだけど、まあ、馬の方もね、拾ったのが失敗だった。まあ、革の鎧はもう、さすがに、捨てて、で その一つ分も鉄の前掛けにして、でもゴールドもほとんどないっていうこと、まあ、要は鉄の前掛けで埋めるっていうことは5章でお金に換えるっていうことですね。117 聞いたことある。だって 100切ってるもんね、普通。さあ、クリアしちゃおうぜ。いや、なんて言うんだろうね。これでも、一生一生が長いわ。ライアンも、もうシナリオ知り尽くしてるから3パートぐらいでいけるんだけど。これはきついわ。あ、どっちだったかな？え？こっちだよね。十分でしょ。97の51 HP は117あるかも。いいじゃん。18も上がったからね。あれ、え、どういうこと、どういうこと。こうか、ごめんごめん。だよね、あの上でおかしいよね。ああ。倒していけるでしょ。ちょっと待って、ちょっと作戦は命令させろ。本当はこんなないんだけど、いいね、いいね。あとの方で出てこいよ。あの、やっぱ10回に1回はもう出て開始出てくるよ、やっぱり。王様とお姫様って、まあ、出てるな。これでもなんか鳥山明描いたって感じだよね、なんか。弱すぎる。
約束必ず出るらしいよ、確か。Let's go。 あー、これ薬草とか全然使えるんだな。こいつはベホイミ使うんだよな。まあ適当にやるわ。本当は防御した方がいいんだらしいんだけどな。90あるか、3ターンで倒せる。あ、ほら、でこれで3ターンで倒せる。あれ最後はなんで14なの。やっぱ弱すぎるわ。30もあれだからな。これ 100% 薬草は出すらしいけどね。まあ使おうかね。どうせ、1個は、補給されるから。ちょっとレベル上げすぎだよな。大昔の方はこうだったと思う。いや、あれだよ、清水で、メタルスチーム 3匹買っただけだもん。全然すぐにレベル上がってる。3匹、だから、清水3つ持っていってさ、3匹買っただけだから。これも、買っちゃったね。楽勝すぎる。90なんだって、ほとんど。HP が。まあ、もう使っちゃう。ベロリン。こいつ HP 少ないけどな。だから、当てれるかどうかだからな。ほら、これ違ってるはずなんじゃない。左から2番目じゃないと思う。ああもうめんどくさいこいつは。どうしよう。ああもう、で次こいつじゃないの。もうどうしな。もうあったー、あと一撃だ。こっちじゃないの。楽勝すぎ。全然もう、だからそこでデスピロがいなくなったから優勝ってやつだな。なんか全然不安がなかったね。じゃあ変えるか。あー出た。全然楽勝。大げさな。
革の鎧が欲しいな。鉄の前掛けを渡して、なんだよ、城中はなんかそういうあれになってる。なんでここかっていうと、川の夜売っちゃったからさ。あれ、あ、ここじゃねえわ。ここじゃねえ。テンペだったっけ。テンペはどこなんだよ。あれはここだったかな。あった。こいつの最強の鎧。さーて戻るかの。あ、ちょっと、何、滅亡してる。怖い怖い怖い。なんかちょっとおかしいよね。なんか夢見たとか、なんか取り憑かれてるのかな。こんにちは、終わりです。ああ、まあ今日はこれに終わるのかな。10分くらい認証使ってるよ、本当。怖い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 。怖い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 。このニャンが怖いねんな。もう終わるだけでしょ。早く終わろうぜ。あ、終わった終わった。終わった終わった終わった。はい、終わりました。終わるまで絶対やろうと思ってたからね。疲れた。あ、もちろんもちろんもちろん。武器屋だ。あ、武器屋なんだ。商人じゃないし。武器屋なんだね。あはは。これで繋がってくるんだよね。エンドールに。人が一番きついんだよな、あの一人だから。しかも戦士あるまいし。
座ってるんだよ、食べるところに。まあそんなこと言ってるけど、ゼロ。マジで。なんでこのどこのノマの。あそこ、あいつはもう武器屋で話してくれないから。盗まれるのか、あれ半分なくなるんじゃないしね。
まあこれトルネコはちょっと一人で、まあ、やられやすいからっていうんでお金の面で優遇をしてるんだろうな。こうやってでも探索したら面白いな。防具専門店です。なるほどね、そりゃそうだな。高いなぁ。じゃあもう終わるか。確か歩合っていうか、だから何人相手にしたかで決まるんだろうな。トルネコが一番きついよな。だからその歩合で例えば何人相手にしたかで決まるんだろうな。そういう計算方式だと思うよ。ああっていうか無駄に時間使ってるよな。まあいいじゃん。じゃあこれちょっと最初、あ、これさっきの町じゃん。ほら、じゃあ向こうでは向こうで見えてたのかな。これね、戦ってみたら、ほら、でこれ作戦で、で命令させるで初めて戦えると。ダメだダメだ弱すぎる。死んじゃうじゃん。はい、ということで終わりたいと思います。お疲れ様でした。